九州北部豪雨に西日本豪雨、そして熊本を中心に大きな被害を出した2020年の豪雨。共通しているのが線状降水帯の発生です。同じ場所に次々と発達した雨雲が流れ込み、大雨をもたらす線状降水帯。西日本豪雨では広島県で発生し、3時間に100ミリ以上の雨を観測しました。気象庁は一定の地域で3時間の積算降水量などの基準を満たした場合、線状降水帯が発生したことを伝える情報を発表しています。身を守るための重要な情報。線状降水帯の発生をいち早く伝えるため、気象庁は今日からこれまでより早く発表する運用を始めました。積算降水量など発表の基準は変わりませんが、30分以内に基準を満たすと予測されれば、その時点で線状降水帯が発生したとみなし情報を発表します。具体的には気象庁のホームページでこのように発生が予測されるエリアが赤の点線で囲まれます。また OHK では字幕スーパーでの速報やウェブの速報で発信します。そこで押さえてほしい備えのツボはこちら。これまでの運用では情報が発表された時点ですでに大雨となっていたケースがほとんどで、30分の前倒しで避難の猶予が生まれるかもしれません。自治体からの避難情報と合わせて適切な防災対応を取りましょう。